皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日はですね、客単価をアップさせる方法ということで、たくさんですね、もうすぐ、小冊子が出来上がりますけど、ネタとかですね、動画を今まで撮ってきたわけなんですけど、まあ、結構ですね、そんないろんなノウハウとか、いろんなテクニックがある中で、実は一番大事じゃないかなと思っていることを今日はですね、話をしたいと思うんですけど、こちらをご覧ください。はい、ジャパネット高田さんがやっている、まあ、テレビショッピングがあると思うんですけど、ここを見てて僕がいつも感じていることっていうのがあります。これ何かといったらですね、例えばこのプラズマクラスターエアコンがなんと特別価格で 59,800 円ですっていうふうに、まあ、言い切ってますが、じゃあこの 59,800 円が実はね、すげえ高いかもしれないんですよね。だけど、この、売っている側が、ちょっと後ろめたい気持ちがあって、なんかね、ぼったくってるじゃないけど、少し高いんだけどっていうような気持ちを、一瞬でも見せたら、こう喋ってる時に、少しですね、その辺を悟られちゃうんですよ。察してしまうんですよね。そうすると、本当は、例えば 49,800 円とか、売ろうと思ってたものを 59,800 円で売ろうとしてるんだってことが分かっちゃうと、この後いろいろね、なんか言うんですよ。こんなこともついて、こんなこともついてたかって言ってるのが全部言い訳に聞こえちゃうんですよ。でもそうじゃなくって、ここでバーンって言い切ってくれると、もう自信を持ってこの値段で出しますっていうことを言い切ると、そうすると、その後続ける言い訳じゃないですね。その後続ける、説明なんかが全部付加価値になっていくということ。だから、ここはですね、まあ、精神力なのかどうなのかわかんないんですけど、どのぐらい自分の自信、商品に対して自信を持って進めれる状態になるかということですね。これは、僕のコンサルティングなんかでもそうだけど、1回10万円ですっていうのか、すいません、1回10万円いただいてるんですよねっていうので違うってことなんですね。これ同じ10万円なんだけど、なんか、いや、10万円の価値ないんじゃないのと思ったら、ちょっと後ろめたいなと思ったら、そういう言い方になっちゃうけど、いやいや、本当はね、20万ぐらいするやつを10万で、10万なんですよっていうふうに言った方が、やっぱり相手に伝わったりするんですね。この辺の部分ね、これは自分たちが自分たちの商品サービスについてどのぐらい追求して、そして、自信を持てるかどうかっていうこと。逆に言えば、社長さんは社員さんに対して、どういうふうにその辺を、まあ、自信を持たせるような教育をするかっていうことが、結構大事じゃないかなっていうふうに思っています。はい、今日はですね、自分たちの商品、サービスの値段に自信を持ちましょうということについてお話ししました。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。